昔々の話、天の川を境にして会えなくなった織姫と彦星は、7月7日の七夕の日にだけ天の川を越えて年に一度の再会という願いを叶えました。今ではこの季節になると、二人みたいに願いが叶いますようにと自分の願いをかけるようになりました。皆さん、願い事はありますか？今日は皆さんもこのメディテレーニアンハーバーでミッキーたちと一緒に願いをかけてみましょう。
けてみよう。星に願いをかけましょう。願えばきっと夢は叶うはずよ。思い続ければ願いは叶うかもしれないよ。魔法のようにね。一緒にこの歌を歌って願いをかけましょう。さあ、僕に続いて歌ってみよう。輝く星に。心の夢を祈ればいつか叶うでしょう。キラキラ星は不思議な力。あなたの夢を満たす。
素敵な時間だったね。そうね、みんなの夢が叶うよう願ってるわ。それじゃあまた会おうね。バイバイ。